ここはどこ？いやー、ここはどこですかね。結構いい天気になったんで、ちょっとね、動画を撮ってみたところなんですけど、まあ、この辺、まあ、わかる人はすぐわかるでしょうね。とある、なんとか線の、とある駅なんですけど、まだ昼13時ぐらいですかね。結構回ってたんですけど、まあちょっと、まあ、いつもよりはね、本当はウォーキングしてそこのホームに行くんですけど、今日はちょっと時間がなかったんで電車で行くことになりました。歩くと20分ぐらいですかね。まあ、ゴトンゴトンとね、電車だとまあ一瞬で着きますからね。出発しましたね。ガタンゴトンとね、走るんですけど。いや、でもね、どうですかね。結構電車乗るとき一番前に乗って、この動画の感じみたいにこう線路のね、まっすぐを見るのが結構面白いんですよね。本当は横とか見てね、景色見るのも楽しいんですけど、なぜかこのずっとまっすぐの、特にこのまっすぐなのが好きですね。この歪んでいる、なんかカーブしているより、このまっすぐ、めちゃくちゃまっすぐなのがいいですね。まあ、そうこうしてる間にね、もう駅着きちゃいましたね。こんな近くに駅がいっぱいいるのかって、なんか誰かが言ってましたけどね。まあ、それはそれでね、まあね、早いですよね。ここもまあ分かる人は分かるでしょうね。とある駅ですね。ガチャンゴチョンと。また動き出しましたね。この電車はどこに向かってるんですかね。本当は今日も行きたいんですけどね。今日ってか、今の自分ですね。この時は行ったんでしょうね。とある場所に。でもね、さっきの駅もすぐ着きましたけどね。次の駅も、皆さん実は、すぐ着くんですよ。もうびっくりしますよ。もうあそこね、たまにゴルフ場の練習場ですね。ゴルフの練習場、これバーッと行ったらもうボタンごとにして、もう結構あっという間ですよ。この感じが、だからやっぱりね、やっぱ時間作って歩いて行った方がいいですね。まあ片道130円、往復で260円ですけど、260円あれば他のいいことをいろいろ使いますからね。まあそうしてる間にもう着きましたね。結構早いんですよ。まあそんな感じでプシューっとね、ガーッともうドア開けない、よしよしよし。わあ、いい天気ですね。なんか見たことある看板ですね。美しいやつが。ビューティフォーですね。皆さん仕事中ですかね。もうね、大変そうですけど、まあ、自分もこれ楽しみ終わったら仕事なんでね。みんな頑張っていきましょう。こんな感じでね、ちょろちょろと
あとね、最近やっぱウォーキング始めたのもあるんですけどね、結構早歩きで歩くのが体にいいと聞いたんで、早く歩いてるんですけど、やっぱね、自分もそうだったんですけど、やっぱみんな歩くのはゆっくりですよね。もちろん急いでる人は早いんですけど、自分は急いでるから早いんじゃなくて、健康のためにやってたら、もう早く歩くのが習慣づいてしまいましたね。はい、もう靴がすぐ壊れますね。結構歩いてるんで、はい。まあそんな感じで、ちょっと、あ、もう、ここ、もう勘のいい人はもう、わかるでしょうね、これ。はい。どこでしょう。プロテイン飲むか。チャス。チャス。